レンタカーあるいは貸し自動車は自動車を有料で貸し出す事業または貸し出された自動車のことである。レンタカーとして登録されたホンダの SX1916 年にネブラスカのジョーソー・オンダースが自分のフォードモデル T にメーターを取り付けて1マイルあたり10セントの方式で貸し出したものが世界初のレンタカーとされている。最初の利用者は当地に訪れていたセールスマンで 地元女性とのデートに利用したとされる。1918年には、シカゴのアルター・エール・ジェイコブスが、レンタカー・インクを設立し、12台のモデル T を使った、レンタル事業を始めた。レンタカー業者、編集主なレンタカー業者として、ハーツ、エイビス、ダラー、アラモ、エンタープライズなどがある。予約取り継ぎ、編集アメリカではレンタカーを利用する場合、25歳以上と、 する、年齢制限を設けている会社が多い。中小レンタカー会社には、年齢制限を21歳以上とするなど、大手各社よりも低く設定しているところがある。日本におけるレンタカー事業は、道路運送法第80条、道法施行規則第52条の規定、及び、運輸支局長の定める、自家用自動車の有償貸し渡しの許可基準に基づく、許可を受け、営業を行っている。 カーシェアリングは原則短時間貸しのレンタカーという解釈から、またレンタルバイクも法令上は二輪の自動車であることから、レンタカーと同じ貸し渡し自動車となる。日本におけるレンタカーのナンバープレートの詳細は、下のナンバープレートを参照条文では自家用自動車有償貸し渡し業といい。 これを営む場合には、国土交通省の運輸支局へ事業許可を受けるための申請を行う。レンタカーは、顧客の事故に備え、一定基準以上の自動車保険に加入しなければならず、その詳細な加入計画を提示しなければ、事業許可を受けられない。かつては、自動車リース会社も同様の手続きを踏む必要があったが、2004年の制度改正により、オートリース事業者の許認可は、 不要となった。レンタカー事業は、貨物運送業やタクシー事業と同様に個人でも事業許可を取得でき、地方や離島などで数台の小規模な事業を行っている自営業者も数多く存在する。許可基準に定める整備管理者を置かない場合は、マイクロバスを除いて最大9台まで管理することができる。時間制、あるいは歴日という単位で貸し出される。 貸し出す車種としては、乗用車なら、軽自動車、コンパクトカーや、小型セダンから高級車、貨物車なら、軽トラックから4トン積みクラスのトラックまであり、引っ越しなどの大型荷物搬送用途に、トラックライト版、休日、行楽シーズン時は、RV 車や多人数乗車が可能な1ボックスカー、マイクロバスを借りる利用者が多い。日本では1949年に、 ドライブクラブこと貸し自動車業が始まるが、交通事故やトラブルが多く、錆びれてゆく。1964年のホンダレンタカー参入を、きっかけにトヨタレンタカー、日産観光サービスと参入が相次いでいった。現在では、全国各地に営業店舗を展開する、大手レンタカー会社と、離島や観光地、都市部など、特定の地域内で事業を営む中小の、 レンタカー会社、業者がある。当初で独占状態の業者を除けば、同じような車種、時間でも、料金やサービス、車両の年式や状態に差があるため、近年は、品質や寝ごろ感で競争する傾向がある。日本では、運輸局長令によって、レンタカー会社による運転手の紹介、圧旋は禁止されているが、海外においては、運転手付きレンタカーサービスを行うところが多い。 個人による仮受けのほかに会社間によるり入れ契約というものもある。り入れ側の会社にとってはレンタカーの代金が経費と認められること、車両管理事務や整備業務が軽減されるメリットがあり、年単位の長期法人契約を結ぶ企業もある。代謝については損害保険会社の自動車保険に代謝特約というものがあるが、車両保険を使って 自身の車を修理入庫する間、同クラスの車のレンタカー代金を損保会社が支払うものである。また、車代謝の事故の被害者宛に、代謝を修理工場が保有するものではなく、レンタカーで手配するというシステムもある。日本におけるレンタカーは、大正時代に運転者付きで貸し出されたのが最初とされる。現行例で禁じられている運転手付き貸し渡しであるが、 当時は運転免許を持つ者が少なく、自動車が非常に希少で高価であったためで、現在のハイヤーに近いと言える。レンタカー業者、編集日本においては、自動車メーカーや、それに付随する自動車ディーラーが母体となって設立したメーカー系、他業種が母体となって設立した非メーカー系、独立系に大きく分けられる。さらに2000年代に入り、ガソリンスタンドや、 自動車関連事業者が運営する格安レンタカーも出展している。メーカー系、編集自動車メーカーや、それに付随する自動車ディーラーが、出資母体として設立された形態で、取り扱い車両は、基本的に出資母体の自動車メーカー及び関連会社の車種に、ほぼ特化されている。系列ディーラーによる、新車販売及び自動車保険契約の得意先でも、あるため、 新車をレンタカーとして用いる期間が短い店舗網が広域に整備されているという特徴を持つ。また、出資母体とはグループ経営である業者が多く、車両の仕入れにあたってはレンタカー事業統括会社や系列の自動車金融会社が所有し、店舗経営会社はリース形態で借り受けて運用する形態も多い。なお、トヨタレンタリースのように事業統括会社と 店舗運営会社に分離されている形態もある。独立系、編集駅レンタカー。編集詳細は、駅レンタカーを参照駅レンタカーは、旧国鉄時代の1970年から存在しており、当初は日本交通公社と日本旅行の趣旨で、鉄道管理局のエリアごとに運営会社が設立され、日本レンタカーや日産レンタカーなどから車両を実質的に、 サブリースする形態でレンタカー事業を行っていた。国鉄分割民営化後は各沿線地域ごとに各 JR の子会社として改組新設され現在に至る。格安レンタカー編集2000年代より出展が始まった新業態。既存業者の料金と比べて廉価で事業を行っている業態が格安レンタカーと言われている。 すでに自動車関連の事業を行っているガソリンスタンドや自動車整備工場などによるサイドビジネス、新規事業や中古車販売業などによるベンチャービジネスとして出展しているガソリンスタンド運営会社や中古車販売、流通業者、板金、自動車整備業者などが中古車オークションから直接中古車を仕入れることで車両導入コストを削減。 既存のガソリンスタンドなどの店舗を、レンタカーの営業店として兼営することで、店舗運営コストを削減し、廉価で提供している。株式会社レンタスが運営する、ニコニコレンタカーなど、ガソリンスタンド運営会社とフランチャイズ契約を行い、統一的な運営がされている業者もある。商用車レンタル、編集ダンプカーや積載系トラッククレーン付きトラック、アルミ板、冷蔵冷凍車など、 主に商用車を専門に貸す事業者である。レンタルの日券など、商用、券機に類するレンタカーに特化した事業者も多い。店舗の立地、編集レンタカーの店舗は、主に、空港、新幹線や特急などの停車する主要鉄道駅、その他都市の中心部などに存在することが多い。地方空港近辺にあるレンタカー整令指定都市や、特別区、 都道府県庁所在地の繁華街にある店舗は、その立地上の制限から大きな駐車場を管理することができず、トラックなどの大きめの商用車やマイクロバスなどを管理できない場合が多い。同様の理由により、出発地や乗り捨て先に指定できないこともある。また、駅や空港から離れた場所に店舗が立地する場合や、市街地のホテルやオフィスビルなどから、 専用車やレンタカー車両で店員が運転して送迎するサービスを実施している場合もある。高級車、外車を扱っているエグゼクティブレンタカーは独自のシステムでお客が希望する場所へ配車、引き取りをしている。逆に、郊外に大きな駐車場を持つ店舗は4トン積載クラスのトラックやマイクロバスなどを複数台管理していることがある。会員制レンタカー。 編集一部で、ワナンバーではないレンタカーと歌って、会員に限って、自動車の貸し出しを行うとするものが存在する。同じ会員制でも、カーシェアリング車両は、ワナンバーで登録される上、確かに、ワナンバーではないレンタカーは存在するが、法律上は、許可を得ずに、自家用自動車を対価を得て貸し渡す行為そのものが、禁止されており、貸し渡し自動車としての車両登録を行うともれなく、 はナンバーとなる現状においては違法行為である。ただし、同じ車両の貸し渡しでも、建設機械のレンタルは、借り受ける目的が、作業用であり、道路を走行することが目的ではないために、特殊自動車の貸し渡しが制度として存在しないゆえに、はナンバーではないが適法である。日本国内、編集、借り受け人が有効な運転免許証を所持していることが、 絶対的な最低条件である。外国人が国際運転免許証、または現地の運転免許証と日本語訳文を持って借り受けることも可能である。意思疎通が困難であるとして、貸し渡しを行わない会社もある一方、英語表記のパンフレットを作成したり、レンタカー業務に必要な程度の英語を話せる、スタッフを置く会社もある。近年増加している。 中国人観光客へは貸し出せない。ただし、マカオと香港の運転免許については、返還前のポルトガルとイギリスが、条約加盟国であったことから、国際免許で借り受け、運転できる。一部のレンタカー会社は取得後すぐのレンタルも、受け付けるが、運営会社や店舗によっては取得後の経過月数、年数で貸し渡しを拒否されたり、熟練運転者の同情を義務付けたり、 所定の自動車保険保証額の増額か、逆に車両保証制度の適用ができないことを条件に貸し出す場合もある。免許取得後1年未満の初心運転者が運転する場合は、レンタカーであっても初心運転者標識を掲示しなければならない。店舗で用意がある場合でも在庫に限りがあることを念頭にあらかじめ私物を用意することが望ましい。 スポーツタイプや輸入車の車種を借り受ける場合、取得後5年以上経過していることや、クレジットカードによる支払いが条件という会社もある。データベースなどで調査の上、過去に大きな事故や仮逃げ歴がある場合には貸し渡しを拒否される場合もある。さらに、レンタカーを強盗や窃盗、誘拐などの犯罪の手段として使用したり、2006年からは貸し渡し中のレンタカーが、 駐車違反となり、下流家人が警察署に出頭して反則金を納付しなかった場合、一般社団法人全国レンタカー協会のデータベースに登録され、情報交流によって、以後は加盟各社で貸し渡しが拒絶される。また、レンタカー会社によっては、暴力団排除条項を設け、暴力団など、反社会的勢力や、その関係者への貸し渡しを禁じている。 2014年5月28日には暴力団関係者であることを隠してレンタカーを借りたとして暴力団関係者が詐欺容疑で逮捕された。日本国外、編集日本国外でレンタカーを借りる場合、運転免許証の他に国際運転免許証を提示する必要がある。ハワイ州など日本の免許証のみで、 レンタルが可能な地域も存在するが、事故等トラブルが発生した際に備え、国際運転免許証も持参した方が良い。一方で、国際運転免許証は、日本の運転免許証の翻訳に過ぎないため、国際運転免許証だけでは運転することができない。レンタカー会社や借りる車種クラスにより、免許取得後の経過年数を問われることもあるが、 国際運転免許証には記載はされておらず、日本の運転免許証にも、言語で取得年のみ表記されているため、貸し渡し時に、口頭で説明が必要となることもある。アメリカ合衆国では、レンタカー会社が国際運転免許証の代わりに利用可能な免許証の翻訳フォームを発行するサービスを提供しているところもある。中華民国やドイツなど、 国際運転免許証が有効でない地域でレンタルする場合、二国間取決めにより、指定機関・団体が発行する、外国語訳と共に携帯する形での運転が認められている。予約、貸し渡し契約、編集レンタカーの利用には、所定の貸し渡し約間に同意の上、貸し渡し契約書に個人情報などを記入し、料金の決済受け渡しや、 確認の署名をすることで正式に締結する。日本での予約、利用手段として、個人の場合は直接、レンタカー会社へ予約する場合で、特に大手や、海外のレンタカー会社では、クレジットカードによる支払いを推奨する傾向があり、現金払いでは、別途住民票や、パスポートなどの身分証、公共料金の領収書など、現住所が分かる書面や、 クレジットカードの提示が大抵必要となる。RV や高級車のレンタルでは各社の約款によってクレジットカード決済に限定している場合がほとんどである。これは所持によってある程度信用性や身元が判断できる点と仮逃げや損害発生時に実費をクレジットカードを通じて追加請求することが可能なためである。海外でレンタカーを借りる場合は原則。 クレジットカード払いであり、事前支払い式のクーポンを利用する場合でも、前述の理由により、クレジットカードの提示を求められる場合が多い。レンタカーの利用金額に対して付与される、ポイントサービスを実施したり、大手では、航空会社と提携して、マイレージが付与されるサービスも行っている。用途、編集、貸し渡し申込書に使用目的や行き先の欄がある、場合は、引っ越しやレジャー。 ビジネスなどから選択し、主な目的地を記載する。記入欄がない場合は同様のことを、店員から参考程度に、口頭で聞かれる。マイクロバス、編集2006年4月には、国土交通省の工事によって、マイクロバスのレンタルに対する要件が厳格化された。白ナンバーによる旅客運送が、利用者である一部業界によって公然と行われていたためで、 レンタカー会社がマイクロバスを保有することに対して求められる基準も強化された。それにより、レンタカー会社はマイクロバスの貸し渡しを行う7日前までに車両の管理を行う事務所を管轄する地域の海輸、市局長宛てにそれを届け出る必要がある。また、運行区間または行き先、利用者の人数、使用目的もマイクロバスのレンタルに、 限り同様に届け出る必要があるため予約の段階で確定させる必要がある。よってマイクロバスのレンタルの場合は最低でも1週間以上前に予約をすることが必要であり1週間の間がない場合は法令に触れるために予約を拒否される。運転免許制度の改正により急普通自動車免許での運転ができると勘違いして予約をしたものの実際は 運転が不可能であるので貸し出しできない事態も起き得る。このような場合について、約干に貸し渡し契約の拒否をできる理由に挙げているため、顧客都合のキャンセルという扱いで処理する。レンタル代金ではなく、キャンセル料金を支払わなければいけない場合もある。制限、編集レンタカー車両は、道路運送法第52条の規定のほか、地方運輸局長の定める。 自家用自動車の優勝貸し渡しの許可基準に定められている車出分に基づき決定される。車検症状の車体の形状が霊柩車の車両と乗車定員が30人以上、全長7メートル以上の乗り合い自動車の貸し渡しは禁止されており、レンタカーとしての登録は不可能である。また、車両総重量8トン以上の乗り合い自動車の 貸し渡しが可能な運輸局と不可能な運輸局とが存在する。それ以外の車両には和ナンバーがつくと考えてよい。車検症状の自動車の種別が大型特殊建設機械に分類される旧ナンバー車、例ナンバー車は道路を走行することが主目的ではない車両であるため、レンタカーという概念は存在しないことになる。ただし、旧ナンバー、 例ナンバーのレンタカー登録が行われている地方運輸局も存在する。2006年3月31日に前述の許可基準が改定された。運転免許の技能試験に使われる車両で、かつ路上試験に用いられるものは8ナンバーの和ナンバーとして登録されている。これは技能試験を受験する際には貸し車両を支払う必要があり、試験場外において使用されることから、 自家用自動車の優勝貸しは他しと認められるためである。大型貨物車や大型バスにナンバーを付けているものもあり、それも大分で8ナンバーの和ナンバーである。大型西免許の技能試験に使われる車両はバスとして貸し渡しを禁止されている乗車店員30人以上、車両総重量8トン以上、全長7メートル以上であるが、8ナンバーの特殊用途自動車では 制限に該当しないためはナンバーをつけることができ運用されている。つまり乗り合い自動車の2ナンバーでは規制に触れるものを特殊用途車である技能試験車の8ナンバーをつけることで規制を回避している。原付バイク等のレンタル編集市区町村が発行するナンバープレートを装着する原動着付自転車、ミニカー、小型特殊自動車にはレンタカーという概念がなく、 これらの車両を貸し出す場合には、レンタカー業の認可は不要である。ただし、一万1の際の車両所有者としての責任は問われることとなる。特徴、編集損害保険会社が、約款等で定める、借り受けた自動車の定義は、借り受け期間が一年を超えるものを、カーリース、一年未満のものをレンタカーとしている場合が、ほとんどである。かつて、レンタカー車両には、 車齢制限があり、一定以上の経年者はレンタカーとして登録、使用できなかったが、1986年に廃止された。また、レンタカー車両をカーリースで調達することはできなかったが、1989年の規制緩和によって可能となった。オプション、装備、編集カーオーディオカーナビ ETC、スタッドレスタイヤタイヤチェーンドライブレコーダースポーツカー。 欧州車編集バブル景気の1990年代初頭までは、スポーツカータイプの車両もラインナップに加えてある、レンタカー会社があった。メーカー系で、自社車両の宣伝のために、レンタカー登録したものや、話題性があった車種を登録したものである。2000年代以降、差別化を図る、レンタカー会社によって、BMW ミニや S2000、シビックタイプ R といった特殊な車種や、 GTR、ロールスロイスファントムなどといった高額車両のレンタカーも出現しており、それらには乗り逃げや盗難抑止のため、ココセコムなどの GPS-1 発信装置やイモビライザーが標準装備されている。かつて日本撤退直前のサターニやヒュンダイは在庫処分のためにレンタカー会社向けに大量のフリー,イート販売を行ったことがある。キャンピングカー、 編集アウトドアブームを背景にキャンピングカーを取り扱うレンタカー事業者が存在する。日本国内では主にワンボックス車ベースのバンコンバージョンや小型トラックベースのキャブコンバージョンが主流だが、事業者によっては軽キャンパーやマイクロバスベースのバスコンバージョンも取り扱う。車種、グレード、編集全車に共通して言えることは、レンタカー仕様という車両は通常存在せず、 一般市販されている車両にはナンバーがついているということである。乗用車のグレードは以前であれば車両価格の面からほとんどが下位中級のグレードが大半であったが近年はそれらに加え日産ロートニスモやトヨタアクア X アーバン、日産セレナハイウェイスターなどの高額グレードを用いるケースも少数ながら出始めている。とはいえサイレンーグレード 大廃気量仕様の配備は未だ稀である。特にコンパクトカークラスでは中級以上のグレードではないと低燃費仕様でなかったりドアミラーの電動格納、調整機能やシートリフターが装備されていないなど装備の面から運転に気をつけなければいけない場合がある。ただし軽自動車に限っては車両価格が高めの軽トールワゴンやダイハツソニカスズキセルボ、三菱、 愛と車両価格が比較して、廉価なエッセとミラミニカなどを同一料金で貸し渡しているケースがある。また、ホンダフィットやトヨタカローラなどのようにガソリン車とハイブリッド車の両方をラインアップする場合、後者の方が割高な料金設定となっていることがほとんどである。貨物車では、積載量を確保しつつ、車両総重量を低減させて維持費を抑える目的で、 高価な軽量二台を仮装したトラックが存在したり、一般的な普通トラックの購入者である貨物運送事業者が導入コスト、燃費や整備性から敬遠する四輪駆動の AT 車が導入されるなどされる。過去には E25K 日産キャラバンワゴン10人の利仕用にスーパーロングの標準ルーフというレンタカーグレードが存在する。マイクロバスにはレンタカーパッケージとして 通常選択できない冷蔵庫付き29人乗り使用者といったレンタカーに求められる装備を標準搭載したグレードが存在する車種がある。一部自動車保険や車検中に使う台車の契約を結んでいるカーディーラーとの兼ね合いであまり見かけない車種を保有している店舗もあり、また不人気色、不人気車の在庫車を安価で引き取るなどした車両を保有しているケースもある。 マニュアルトランスミッション車編集現在、日本においては、貨物車を含めたレンタカー車両の圧倒的大多数が、AT 車となっている。レンタカー業の一般的な顧客である、若年層の AT 限定免許保有者比率の高まり、新車販売時の MT 比率の低下や、MT 仕様設定のない車種の増加など、MT 車を導入することができなかったり、仮に、 MT 車を導入しても車両の稼働率が見込めないなどの事情から MT 車はほとんど導入されない。トラックやマイクロバスは普段 AT 車しか運転していない人に対して貸し出すことも少なくないために AT 車が導入される。このため多くのレンタカー業者では全車 AT 車であることがパンフレットやウェブページなどに記述されている。MT 車の用意がある業者を利用する場合でも 特に MT 車を希望する場合は予約が必要である。台車需要等を見込んで旧型の MT 車を温存している業者もあるがごくごく少数である。乗用車のみならず商用車やマイクロバスも大半が AT となっているので商用車をレンタルする際は積み荷や工程によっては MT を希望した方が良いことがある。日本国外において北米では日本と同様 基本的にレンタカーで用意される車両は AT 車となっている。また、韓国でも一部車種を除き、ほとんどが AT 車である。これに対し、ヨーロッパにおいては AT 車が極端に少なく、ほとんどが MT 車であるため、逆に AT 車を希望する場合には予約の際に AT 車を希望する旨の指定をする必要がある。近年は主要大都市及び空港の店舗を中心に、 AT 車の取り扱い及び保有が増えているものの、料金は MT 車と比べて割高である。商用車、編集前出の通り、軽トラックから4トン積載クラスの旧普通免許で、運転できるトラックがレンタカーとしては一般的である。ライト版、ワンボックス、平らボディ、ホロ車、アルミ版、冷凍車から、パワーゲート車、ウイング車、一大席、キャリアカーが一般的であるが、 積載量10トンクラスの大型ダンプカー、コンクリートミキサー車、運転に技量を要する四軸車、トレーラーなど、大型免許、牽引免許を要する貨物車のレンタカー登録も増えており、多様化が進んでいる。主に建設機械のナンバープレート、編集日本のレンタカーのナンバープレートに使われているひらがなは基本的にすべて和であり、和を使い切れば例が払い出される。 軽自動車、軽二輪車は和のみ、小型二輪はろ、または和が払い出される。分類番号が二桁であった頃は、北海道と長崎、鹿児島の離島事務所で払い出されたナンバーには例が使われていた。ナンバープレートのひらがなが和である車両はレンタカーであるが、必ずしも和であるとは限らない。車検証日コラの貸し渡しの記述の有無がレンタカーであるか否かの区別と、 なる。はナンバーではないレンタカー車両は、レンタカーの登録台数が多く、ナンバー払い出しの進む一部地域では見られたこともあったが、一般的に、レンタカーイコール、ワナンバーという固定観念があり、分類番号が3桁化されナンバー枯渇まである、程度の余裕ができたこと、無人化業者による類似行為防止の観点から、陸運局での登録手続きを行う際にもれなく、ワナンバーとなる。 逆に、和ナンバーを付けているレンタカーを、レンタカーとして、車検の有効期限を残した状態で、レンタカーとしての使用をやめる登録をすると、必ず通常の白ナンバーに番号変更となる。登録者については、ひらがなが、で、または、和しか使用できないため、払い出し枠の区別をひらがなで行うことができないため、分類番号を使って区別している。 登録者の分類番号特殊用途自動車前物の、大板、カ光式、商板の払い出しは非常に少なく、これらの払い出しが全くない運輸局すら存在する。バイモの枠、カ光式枠を持たない運輸支局もあり、仮に枠の設定があってもナンバープレートの在庫がない場合もある。また、一般的な中板塗装式の払い出し、 状況によっては全室の枠が変更されることもある。これらの場合は、管轄運輸支局の番号表交付代行事業者に、あらかじめ申し出て、ナンバーを用意してもらう必要がある。軽自動車の分類番号軽自動車のレンタカーでは、希望ナンバー、あざ光式ナンバーは存在しない。また、バイモの枠は下2桁が、99で、登録者の転入マシ小番号と重なるが、詳細は、 日本のナンバープレートを参照日本国外でも、レンタカーのナンバープレートを文字や数字で区別していることがある。例えば、大韓民国では、が指定されている。車検、編集レンタカーの車検期間は、新車の登録者と軽自動車、オートバイは2年、その他の新車及び中古車を新規登録する場合1年で、ある。使用過程車をレンタカーにする場合は、 新車登録後2年未満の車両の場合は、新車登録の日から2年以内、それ以上の経年者の場合は、登録日から1年以内に短縮となる。その場合でも、納付済みの自動車重量税の還付は受けられない。250cc 以下の二輪車など、検査対象外系自動車は、レンタカー用でも、車検制度の対象外である。点検、編集レンタカーの法定点検は、 登録者の乗用車、軽自動車、二輪車は6ヶ月ごと、その他の車種は3ヶ月ごとである。事業用扱いの試し日やコンディション点検が実施され、認証整備工場が発行する点検整備記録簿も、事業用のものとなる。事故の類型、編集レンタカーは、他人の自動車であるため、マイカーと比べて、丁寧に取り扱うものと、金を払っているのだからと乱雑に使うものに分かれる。 傾向がある。どちらにしても万が一交通事故、物損事故が発生した場合、保険、保証制度、編集レンタカーで事故が起きた場合、相手方への賠償のほか、レンタカー会社への賠償も必要になる。しかしながらレンタカー会社は必ず自動車保険、共済をかけているため、所定の限度額の範囲であれば、仮受け人は最低限レッカー車手配など、ロードサービス料金実費と、 一定の面積額と NOC を支払えば済むようになっている。ただし、飲酒運転、速度超過、ながら運転、信号無視や麻薬、覚醒剤服用などの危険運転行為や、駐車違反などの交通違反が明らかな場合や、貸し渡し時に届け出のない他社の運転によって生じた事故は、保険が下りない場合があるため、安易な考えを持たずに安全運転を心がけるべきである。 保険、追加のオプション、保証について予約、貸し渡し手続き時に案内される。いざという時に自分を守る制度であるから、納得するまで説明を受けた方が良い。最低要件として、上の自動車保険は必ず付帯されているが、満足なものとは言い切れない。レンタカーによる事故の場合優先して支払われる。特約が付加された自動車保険やドライバー保険に、 運転者自身が加入しているのでなければ、買える安心は買っておいても良い。追加のオプションとして、保証の限度を、対人無制限、対物無制限に拡大するプランが用意されていることが多い。対人無制限はもちろんだが、対物についても、例えば踏切事故を起こして、当事者から、莫大な損害賠償請求を受けたり、高価な物品に衝突といったケースもあるので加入が、 推奨される。店舗で進められるオプションとして面積保証制度がある。加入は任意で1万1の事故の際に蒸気保険の面積額を支払わずに済むものである。しかし、免許取得後一定期間のものや事故歴があるものは規則的に加入ができないレンタカー会社がある。なお、格安レンタカーや当初部などに構える業者では、 この制度が設けられていない場合もある。損傷や事故が生じた場合は、旧車保険料として、ノンオペレーションチャージ、NOC が原則請求される。NOC の請求額は、事故車両を店舗まで自走して返却できたか否かで、異なる。NOC は、商品、サービスの対価ではなく、賠償金のため消費税は課税されない。レンタカーを、 利用客が乗り捨てた場合、レンタカー改装業が営業所まで移送するシステムが取られているが、レンタカー改装に従事する運転手が運転距離が過度に長くなることから、睡眠不足などに陥り危険運転が状態化しているとの指摘がある。要因としては、運転手の大半が個人事業主であり、業者とは業務委託契約を結んでいるに過ぎず、 業者に安全管理義務が生じないためであるとされている。2013年には大阪市内のレンタカー改装業者メビウス21が運転手に速度超過を日常的かつ強制的に行わせていたとして同社社長ら幹部が京都地方検察庁に書類送検されたがこの幹部らは不起訴処分となっている。オーストラリアは国土が広大であるためレンタカーでの都市間移動は 体力的にも厳しく、郊外では道路状態が良好でない区間もあり、野生動物との衝突等が発生することもある。そのため、複数都市間を移動するレンタカー利用を行う場合でも、飛行機と組み合わせたフライドライブがよく利用される。オーストラリアでのレンタカー利用は、一般的に25歳以上の年齢制限がある。ただし、 中小のレンタカー会社等では21歳以上としている会社もある。詳細はカーシェアリングを参照カーシェアリングとは一般に登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサービスないしはシステムのこと。自動車を借りるという面ではレンタカーと近い存在であるが一般にレンタカーよりもごく短時間の利用を想定しており 利用者にとってはレンタカーよりも便利で安価になるように設定されていることが多い。ありがとうございます。